商品レビュー専門、e g s SMX の提供です。今日はこちらのヘッドセット。ゲーミングヘッドセット。A55。こちらですね。まずこれ、掛け心地がすごく軽いんですよね。とにかく軽い。この両側を繋ぐ部分。2本の棒ですね。非常に軽い。あとパッドの部分。この部分も大型だけど、色々肉抜きされてますね。もうとにかく軽いんですよ。これは重厚感というより軽さですね。音質。 あらかじめ聞いてみました。まあ、本格リスニングという部分では、あまり向いてないのかなと思いますね。ゲームの迫力。その音はいいですね。低音、高音の迫力。うまくブーストしてありますので気持ちいいです。でも低音が入ると、ちょっと周りの音をこもらせるところがあるかな。ですので、ゲーム用に特化してもいいのかな。そう思います。リスニングはそこそこできる。まあ、頑張ってるかなってぐらいですね。そんな音質です。もちろんイルミネーションもあります。 押し着いた感じですね。あとマイクの部分、先端も光りますね。あとこれ端子。通常の PC に対応した端子です。イルミネーション用の USB。ヘッドオン端子とマイク端子ですね。Windows PC 接続できます。スマホとかに接続する場合は、別途変換アダプターが要りますね。あとビデオカメラとか IC レコーダーにももちろん接続できる。そしてこのヘッドセット。一番いいところ、このマイクなんですよね。非常に柔軟性がある。好きなところに調整できるんですよね。これ、 おすすめの位置。できるだけ口の近く。この、口の広角あるじゃないですか。この近くで、当たるか当たらないか。そのぐらいのところに調整してください。まあ当たるか当たらないかギリギリのところがいいですよ。この状態で、このヘッドセットで収録してみます。こちらに IC レコーダーを接続します。今このヘッドセットで録音してますね。マイク。もう、口ギリギリですね。あの、ただ、音が歪むとこのヘッドセットでモニターできる。これが嬉しいところですね。 ちょっと歪ましちゃったかな。そういうところがわかる。今は大丈夫ですね。大丈夫。まあ、ちょっと振り切れてるかな。まあ、そういう時は声を言う、声を弱くすればいいですからね。だからこのヘッドセット、いいところ。マイクの位置が適切なところに調整できるところですね。この音で録音できれば、周りの音、多少うるさくても大丈夫なのかなと思いますね。あと、本格的なマイクを探すより、このヘッドセットで録音する。これでより遠く。 大きな音になるのかな。波形編集ソフトとかで波形をいじる。それめんどくさいんですよね。そんなことするぐらいだったら、まあ最初からいい音で撮っとけばいいだろうっていう、そういうところがあります。その時にこのヘッドセットできちゃうんですよね。大きな音で録音する方法、できるだけマイクを口に近づける。それだけなんですよね。このヘッドセット、それができてしまう。 それがいいところですね。なんか、私、個人的なこと言うと、このマイクだけ欲しくなりますからね。ヘッドセットは入れないけど、マイク欲しい。そういうところがありますよ。だから、このデザインのマイクだけ、ヘッドウォンマイク、作って欲しいなってところがちょっとありますね。まあ、これは余談ですけどね。あの、マイクのセッティングがしっかりできるゲーミングヘッドセット。 ゲームやるときはもうちょっと話した方がいいかもしれないですけど、何かトークの収録、ナレーションの収録をするときは、このぐらい近づけるといい音で取れるのかな。そう考えますね。Easy SMX の提供、商品レビュー専門でした。